ルーシー・サファルバは、チェコブルの出身の元女子、プロテニス選手、WTA ツアーでシングルス7勝、ダブルス15勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス5位、ダブルス1位、身長177センチメートル、体重62キログラム、左利き、2015年全仏オープン女子シングルスで、初の決勝進出、2015年全豪オープン女子ダブルス。 2015年、全仏オープン女子ダブルス。2016年、全米オープン女子ダブルス等の子大会で、ベサニー・マテック・サンズとペアを組んで優勝。3歳からテニスを始め、2002年にプロ入り。2005年5月、ポルトガル・エストリル大会でツアー初優勝。この大会では、予選から勝ち上がり、初進出の決勝で、リダを6から7、6から4、6から3で破って優勝した。 2005年全仏オープンで4大大会にデビュー。その後、全米オープン直前の週に行われた、ホレストヒルズテニスクラシックで、ツアー2勝目を挙げる。2006年1月のシーズン開幕戦にあたる、オーストラリアゴールドコーストの、モンディアルオーストラリア女子ハードコート選手権で、サファロオバは準々決勝で、パッティシュナイダー、準決勝でディナラ・サフィナを破り、 決勝でフラビア・ペンネッタを6から3、6から4で破って優勝した。2006年全米オープンにて4大大会でのサファロバはデビュー戦の2005年全仏オープンから翌2006年の全仏オープンまで5大会連続の初戦敗退があり、大舞台ではなかなか好成績が出なかった。2007年全豪オープンでサファロバは最初の快挙をつかみ4回戦で 大会前年優勝者のアメリ・モレスモを6から4、6から3のストレートで破る金星を挙げた。この大会では続く準々決勝で同じチェコのニコル・バイディソバに破れた。全仏オープンでサファロオバは3回戦で再びモレスモを破り、アンナ・チャクベタゼとの4回戦まで進んでいる。2008年は前年度に比べて好成績が少なかったが、8月の北京五輪、 女子シングルスでシビル・バンマーとの3回戦まで勝ち進み、オリンピック終了直後のアメリカフォレスト・ヒルズ・テニス・クラシックの決勝戦で、法卒を6から4、6から2で破って、女子ツアーで2年半ぶりのシングルス優勝を果たしている。2011年と2012年のフェドカップで、チェコの優勝に貢献した。2012年の決勝では、セルビアのアナイバノビッチを6から4、6から3、 エレナ・ヤンコビッチを6から1、6から1で破りチェコは通算 3, 3勝1敗で連覇を果たした。2013年9月のケベックシティ大会の決勝でマリーナ・エラコビッチを6、4、6、3で破り5年ぶりのツアー5勝目を挙げた。2014年ウィンブルドンにて2014年ウィンブルドン選手権では4大大会で初めてベスト4に進出した。準決勝では優勝したペトラクビトバに6から7。 1>, 1から6で敗れた。翌2015年、ノーシードから勝ち上がり全豪オープン女子ダブルスで、ベサニー・マテック・サンズとペアでダブルス初優勝を飾り、2月のプレミア大会であるカタール・トータル・オープンで元世界ナンバーワンのビクトリア・アザレンカを破り、シングルス世界ランク11位まで押し上げた。2015年全仏オープンシングルスは、第13シードで出場。 4回戦で前回優勝者のマリアシャラポアに勝利し、全仏初のベスト8に進出。準々決勝では、カルビネ・ムグルサに勝利し、自身4大大会2度目のベスト4進出。準決勝では優勝経験のあるアナイバノビッチに、勝利して自身グランドスラム初となる、決勝進出を果たした。決勝では、セリーナ・ウィリアムズから2セット目を奪い、フルセットにしたものの敗れ、グランドスラムでは、 自己最高となる準優勝となった。ダブルスも全豪に引き続き決勝進出を果たし、ベサニー・マテック・サンズとペアで再度優勝し、自身初となるシングルスダブルスのトップ10入りを果たした。2016年8月のリオ五輪では、バルボラ・ストリコバとト組、準決勝で、ロシアのエカテリーナ・マカロワ&、エレーナ・ベスニナ組に6から7、4から6で敗れたが、3位決定戦で、 同じチェコのアンドレア・フラバー・チコバールーシー・ハラデツ・カグミを7から5、6から1で破り銅メダルを獲得した。2017年は、前後オープンと、前仏オープン女子ダブルスで優勝し4大大,大会、通算5勝となった。しかし4大,大大会4連勝を目指したウィンブルドンでは、パートナーのベサニー・マテック・サンズが負傷し、危険となった。2018年11月。 サファロバは2019年1月の全豪オープンを最後に引退することを表明した。しかし引退の時期については後に方針を変え、最終的に2019年5月の全仏オープンダブルス出場を最後にすることとした。長らくペアを組んでいたマテック・サンズが膝の怪我のため出れず、代わりにドミニカ・チブルコバと組んで臨んだが、1回戦でソフィア・ケニー アンドレア・ペトコビッチ組に敗れ、現役生活に別れを告げた。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。